TNK48 CGM48 の皆さんです。こんにちは。おにぎりダリカー、ヤマカー、ゴーカー、ヤッパジャパンです。はい、2024年タイフェスティバルの模様後半をお伝えしたいと思いますが、今日は日曜日どうですか、ゴーちゃん。そうですね、今日は昨日土曜日よりもなんだか心なしか人が多いような気がします。そうですね、それだけ盛り上がっていきそうな気がしますね。はい、今日は BNK さんが登場すると聞いたんですが。そうですね、今日はメインステージの方に注目のアイドルたちが出演するので、そちらの模様も楽しみにしていただければと思います。はい、ちょっと楽屋裏の様子お伝えしますよ。では行ってみましょう。バイカンレイ。やむやむソウルキッチンの西田さんに来ていただきました。どうもこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、タイフェスティバルすごい人ですね。そうですね。毎年タイのお祭りで結構盛り上がると思うんですけど、はい、今日は、ね、今年は天気もいいし、そうですね、はい。結構お客さん来られてるかなって感じですね。はい。はい、改めてやむやむソウルキッチンさんというのはどういう組織か教えていただいてよろしいでしょうか。はい、日本の47県とタイの77県、はい、でそこを食であったり、あとその食の作り手さんなんで、まあ、農業に関係している方々、その人たちを両方の国の間において、まあ、繋いでいこうということが大きいテーマなんですけど、はいはい、まあ、具体的にやっているのはもう両方の国のローカルの産地支援だったり、あ、地域の発信みたいなことを、まあ、食を絡めてやっているっていうことになります。はいはい、日本で農業にこう興味がある方もいらっしゃると思うんで、はい、そういう方に何か一言、タイと日本をつなぐっていう意味で。なるほど、はい、まあ、タイって多分いろんな自分のタイみたいなの皆さんお持ちじゃないですか。はいはいはい、でなんか旅行で行って好きになってとか、お酒向こうで飲んで楽しかったとか、買い物とかもいろんな切り口あると思うんですけど、なかなか農業を軸にして地域を知るっていうのが、タイに関して言うとあんまり皆さん接点ないのかなっていうのがあるんで、逆に我々の方ではそういうこう普段皆さんが接点持たれてないところに逆にこう連れて行って、いろんな課題、社会課題みたいなものを知ってもらったりとか。なるほど、はい、タイの地方って結構面白いよみたいなことも、はいはいはい、まあ、そうい う, こうきっかけがあると、はいはい、行くタイミングができたりすると思うんで、あ、まあ、ちょっと違う接点が作れたらいいなっていうのもあって、まあ、みたいな活動をやっています。わ、はい、かりました。ではリンクの方を貼っとくんで、興味のある方はぜひ見てみてください。ということで、やむやむソウルスープキッチンの西田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また。ファーサイのアンナさんのところに来ました。こんにちは。じゃあ、今日もたくさん売れてますね。はい、もう朝から今日は大盛況で、とても嬉しい限りでございます。いや、ついさっきまでもうめちゃめちゃここ人並んでましたからね。そうですね。実際どれくらい売れてるんですか。お
そらく今日だけで300ぐらい割れてるんじゃないかなと思います。300箱ですね。300箱、はい、1箱何個ぐらい入ってるんですか？普通サイズがすぐ売り切れてしまったので、そちらが15個入ってたんですけれども、はい、今ジャンボサイズは10個入りと12個入りの2種類選べます。ちょっとお聞きしたんですけど、なんかマンゴー今年1種類しかないんですけど、何か不作があったというふうに聞いたんですけども。そうですね、今今年の4月のタイの気候が40度超えと異常な暑さが続いたこともあって、何度も前のマンゴーがなかなか取れなかったみたいなんですよね。そうなんです。ちょうどタイフェスの納品では間に合わなかったんですけれど、5月の25日と26日のラオスフェスティバルでナムドクマイシュのマンゴーを販売いたしますので、もしご都合つきましたらいらしてください。わかりました。その時はそのマンゴー食べられるんですね。そうですね、美味しいマンゴーいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ最後にファーサイさんの PR をちょっと簡単に言っていただければと思うんですけど。はい、わかりました。私たちは毎年5月のタイフェスティバルとラオスフェスティバルでタイ産のマンゴーを販売させていただいております。持ち帰り専用ではありますが、毎年多くの方にご購入いただいておりまして、味と品質には自信がありますので、初めましての方もぜひ今後興味持ちましたらお気軽にいらしてください。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ来てみてください。ファーサイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。サワディーカー、ポッキンカー、販売です。やった、ありがとうございます。今日売ってみてどうですか？最初やっぱり隣の列がすごくて、お酒飲むかなって思ったんですけれど、午後からたくさんお客様が来てくださったので、もうディスカウントなしで売ることができて、とても良かったです。ありがとうございました。また来年も機会ございましたらよろしくお願いします。次回は5月25日、26日、ラオスフェスティバルでもまた販売しますので、ぜひお越しください。ジャパン、イエーイ、サワディーカー。というわけで、トヨラクタイさんに来ていただきました。サワディーカー。こんにちは、こんにちは。トヨラクタイです。トヨラクタイさんですよ。日本の方はあまり知らないかもしれないですけど、タイではこの方有名なんですよ。特にスポーツ界です。どんなスポーツを応援してるんでしょうか？タイ代表すべてです。うわ、最近ですとどんなスポーツを応援に行ったんでしょうか？最近ですと、バレーボール、女子バレーですね。これあとタイ代表初のオリンピック出場がかかってますので、こちらの、代表の試合としてはこのオリンピック予選が最近です。おお、すごいですね。そしてなんとこの方、あれですよ、タイ王室からおごっていただいた方ですよ。おごっていただいたおごっていただいたんじゃなくて、費用を負担していただいた。現生をもらってるわけではありませんので。そうですよね。はい、常にタイの国旗を手放さない方ですよ、この方は。あ、もちろんです。え、まさか今タイの国旗持ってないですよね？いや、もちろん常に。常に。いつどこで写真撮ったりするか分かりませんので、もうこれ必須ですね。おお、すごいですね。さすがタイチームアイ。もちろんです。タイフェスは初めてなんですか？はい、そうですね、私は愛知県に住んでますので、はい、まあ、名古屋とか大阪とかは何度か行かせていただいてるんですけども、東京の方は今年初めてお邪魔させていただきました。タイフェスティバル代々木、いかがでしょう？もうやっぱり噂には聞いてたんですけど、はい、もう本当に人が多くてすごい盛り上がってて、タイを好きな人が東京、まあ、この辺りにはこんなにたくさんいるんだなということで、もう本当に嬉しく思いました。今日、はい、名古屋からいらしてるってことなんですけど、これ、はい、今日はどうするんですか？今日夜行バスで朝着いたんですけど、帰るかどうするかまだ分かりません。決めてません。意気込みが違いますね。どうぞ。じゃあタイチームを応援している方も、まあ、日本人の中には少ないかもしれませんがいるとは思うんですが、まあ、その方に向けて何かメッセージとかありますでしょうか？そうですね、まあ、やはり皆さん日本人ですので、当然日本代表、まあ、一番に応援をしていただきたいんですけども、日本とね、
タイと当たるとき以外は、ついでにで結構ですので、タイ代表も応援していただけると非常に嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、トヨさんはもう YouTube やってるんで、あのリンク貼っておきますんで、こちらです。はい、よろしくお願いします。はい、トヨラックタイさんでした。ありがとうございました。コップカー、コップカดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมแจมนะครับผมแล้วทุกคนแล้วก็น้องๆเนี่ยน่ารักผมด้วยเลยชื่อเก่งวันนี้ก็น่ารักมากเท่าไหร่ชื่อเก่งพี่เก่งชนะชนะแต่ก็ความเป็นไทยนะนี่ว้าวพอดีแบบไทยดีใจนะそれでは DNK48 CGM48 の皆さんです。こんにちは、サワディーカー、サワディーチャオ。こんにちは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 。サワディーチャオ、CGM48 のシターです。よろしくお願いします。サワディーチャオ、CGM48 のルケです。よろしくお願いします。サワディーチャオ、私は CGM48 のシャンプーです。よろしくお願いします。サワディーチャオ、前。サワディーチャオ、CGM48のニニです。よろしくお願いします。サワディーハー、BNK48 のキャプテン、ホップです。よろしくお願いします。サワディーチャオ、CGM48のハニンです。よろしくお願いします。はい。วันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็วันนี้เราก็ได้แสดงที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในงานไทยเฟสนะคะก็ครั้งนี้พวกเรามาจากยูนิตนางสงกรานต์นะคะพวกเราก็มาจากแฟนคลับโบสถ์ค่ะเพลงชื่อว่าหน้ายักษ์แบบนี้เป็นของเชิญอะค่ะก็ได้แสดงที่นี่เป็นครั้งแรกคนญี่ปุ่นก็ให้ความร่วมมือกระแสตอบรับก็ดีมากๆขอบคุณที่มาเชียร์พวกเรานะคะดีใจที่ได้แสดงให้ทุกคนดูค่ะ
ค่ะก็วันนี้แฟนๆน่ารักมากๆเลยได้ส่งเสียงเชียร์ให้พวกเราตลอดทั้งการแสดงเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาแสดงที่ไทยเฟสติวัลอีกครั้งค่ะค่ะก็หนูก็เป็นตัวแทนของ BNK48 ที่ได้มางานไทยเฟสในปีนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเป็นการที่มาทำงานในญี่ปุ่นในฐานะ BNK48 ครั้งแรกเลยค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตให้กับพวกเราให้พวกเราได้มาวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพวกเราจะพยายามมาหาแฟนๆที่ญี่ปุ่นให้ได้เยอะๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะคะที่แบบว่าให้กำลังใจแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามาเสมอก็ขอบคุณนะคะตอนนี้พวกเราได้ใส่ชุดสวยๆได้มาเต้นให้คนญี่ปุ่นดูแล้วก็ฝากด้วยนะคะก็ยังไม่จบค่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะคะที่โหวตให้พวกเราทั้ง6คนได้มาโชว์ที่งานไทยเฟสนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหนูด้วยนะคะที่ได้มาโชว์ที่นี่ค่ะแล้วก็สัญญาว่าถ้าได้มีโอกาสมาครั้งหน้านะคะจะพูดภาษาญี่ปุ่นให้เก่งขึ้นค่ะเพื่อได้คุยกับแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ทุกคนน่ารักมากค่ะแบบว่าช่วยกันส่งเสียงเชียร์อะไรอย่างนี้ก็คนเยอะกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะมาทุกๆปีเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากพวกเราด้วยนะคะทั้ง BNK แล้วก็ CJ Fortet ค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้นะคะโอเคครับคนญี่ปุ่นชอบอาหารไทยแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆที่ญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นชอบประเทศไทยค่ะเวลาที่แบบว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเจอคนญี่ปุ่นเขาก็จะพยายามพูดภาษาไทยกับเราด้วยขอบคุณมากเลยนะคะที่ชอบประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยกันนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะก็ขอเป็นตัวแทนBNK48นะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนๆญี่ปุ่นแบบว่ารักแล้วก็ชื่นชอบในอาหารไทยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะก็ยังไงก็สำหรับใครนะคะที่ยังคิดถึงอาหารไทยแล้วก็อยากทานก็ที่งานไทยเฟสก็มีให้ทุกคนได้ชิมแล้วก็ได้ชื่นชมอะไรเยอะๆมากมายเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็มาเที่ยวประเทศไทยได้เยอะๆเลยนะคะBNK48 と CGM48 の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さださん。はい。ありがとうございます。綺麗。すごい嬉しいです。いつの間に。ありがとうございます。2日間お疲れ様でした。本当に。お疲れ様でした。はい。よかったです。よかったです。はい、最高です。ねえ、なんかね、本当に会場の熱気がすごかったですね。そうですね、私もいっぱいインスピレーションもらってすごい元気になった2日間でした。あ、はい。でもう一人彼にも一応、はい、ちょっと連れてきます。あ、ちょっと待って、はい、じゃあ手を持って。あ、はい、はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大好きな青色です。あ、そうですか。はい、今日のね、ブルーにぴったりな。確かに。わざわざ忘れてくれてありがとうございます。あ、いえ。一般すごい。じゃあ2日間やってみた感想を、じゃあ、いただき。タイフェスの機会あるのは2回目なんですけど、なんか去年より人が多くて、あとはその登場するアーティストもどんどん増えていってるし、そうですね、本当に嬉しいです。こんなにタイフェスティバルが人気が出てて。そう、まあ、タイのハーフなんですけど、本当にその、まあ、さっきステージで言ってましたが、なんかタイは結構面白い文化だと思います。そうか。本当にタイの文化はもっともっとこれから広げられたら嬉しいなと思います。最近特に日本でタイの文化とかタイのアーティストとか俳優の方に興味持つようになってくれて本当に嬉しいし、今までちょっと俳優として活躍してきたんですけど、なんかタイで俳優やっててあんまり海外で仕事がないイメージなんですけど、今ちょっと最近時代が変わってきてこういう機会があるの本当に嬉しいです。これからもタイのこと愛していきましょう。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にね、仕事しやすくて。ちょっとすいません。本当にどうぞどうぞどうぞ話して。MC 初挑戦、この今回が2回目と思えないぐらいすごい上手だったので、ぜひぜひこれからもマスクの応援して、はい、そう仲良しで良し、ね、あの今度はコントしようと思うので、漫才、ああ漫才、笑いの方にも、吉本の方にも、ね、これからちょっと M1 デビューにしようと思ってるんですけど、英語とやることいっぱいあるわ英語とタイ語で、そうですね、ね、誰もわからない、誰もわからない何が面白いのかはい、これからも頑張っていこうと思いますので、頑張りましょう。はい、マスクと、そして太陽を応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ということで2024年タイフェスティバルの模様をお伝えしました。いかがだったでしょうか。どうだったでしょうか、ゴーさん。そうですね、タイのアイドルたち の生のステージを僕らで取材させてもらって、生で見てすごく盛り上がってたので、めちゃめちゃ面白かったですね。すっごく可愛かったですね。ということで、トヨラクタイさんにも入っていただきました。トヨさん、どうだったでしょう、タイフェスティバル。本当に素晴らしかったで、楽しかったです。はい、来年以降もぜひやっていただいて、また機会があれば、私近いはないですけども、ぜひまたお邪魔させていただきたいと思います。はい、ということで、この動画はこの辺で終わりたいと思います。よかったよって方はチャンネル登録、高評価、いいねをお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。週刊クリップカンナーナカサワディカー、バイバイ。